皆さんこんにちは。今日はみこし屋の作り方です。黒ボードに型紙を載せて、着材ついてへこんでますけども、ここには紋がつきますから、この部分のシワは分からなくなります。これちょっと失敗して、さっきに、千本ラルキを貼ってしまいましたが、
本当はこれは後でこの隙間から手を入れる方がいい。つけやすいです。もちろん今やっているように、裏に指を入れなくても表から押さえるだけでも十分やることができます。はい、4面貼り終わりました。あとは上り金具をつけて